鹿児島交通枕崎線。枕崎線は、かつて、鹿児島県日置郡移住院町、現、日置市の移住院駅から、同県加世田市、現、南薩摩市の加世田駅を経て、同県枕崎市の枕崎駅までを結んでいた、鹿児島港の鉄道路線である。1914年、大正3年に、南薩鉄道株式会社、鹿児島交通の前身によって、 日置群中移住院村の移住院駅から川辺郡加瀬田町の加瀬田駅までの区間が開通し、1931年昭和6年に加瀬田駅から川辺郡枕崎町の枕崎駅までが開通し、全線が開通した。1983年の豪雨被害により一部区間が不通となり、翌年1984年昭和59年に廃止された。南札線と呼ばれ、 親しまれていた。枕崎線からは、支線として、万世線及び、知覧線が分岐していた。1914年、大正3年に、南札鉄道によって開業して以来、薩摩半島の重要な交通機関として、役割を果たしてきたが、1960年代に、入ると、南札鉄道は、経営難に陥り、百六十四年、昭和十九年九月に、 大隅半島でバスを営業していた三州自動車に合併され鹿児島交通が成立した。以降も鉄道部門は貨物輸送の廃止などの合理化を進めたが、沿線人口の減少や自動車の普及に加えて沿線から鹿児島に向かう客も同社のバスに流れるようになった。1970年代に入ると車両や設備の老朽化も著しくなり、1982年、 昭和57年12月には会社も鉄道廃止の方針を打ち出した。労働組合や地元は廃止に反対したものの、1983年、昭和58年6月の豪雨で大きな被害を受けたことがとどめを刺す形になった。同年7月に、日置加瀬田館は運行を再開したものの、伊住院日置館と加瀬田枕崎館は復旧しないまま198年。 昭和59年3月18日の廃止を迎えた。加瀬大器の後にできた鹿児島交通加瀬が、バスセンター内に、石造りの元倉庫を利用した南札鉄道、記念館の建物がある。2005年、平成17年から2006年、平成18年頃にかけて隣接する商業施設、拡張工事のために休館していたが2007年、平成19年現在は再開されている。 ただし、この旧館に際して、王子の車両を展示していた建物が解体され、車両は隣接するバスの整備工場内に移動して、保存されており、近くから見ることはできない。また、DD12 と2号機関車、現在は4号機関車に置き換えは、屋外に展示されている。この他にも、移住院枕崎のバスに乗ると、至るところで、当時の移行を、車窓から見ることができる。末期は、 一日た10往復程度、日中は2時間に1本が運転されていた。すべて普通列車で、一部は、加瀬田駅を理解し、一日三3往復が、伊集院駅から、国鉄西鹿児島駅、現、鹿児島中央駅へ、直通運転してい。その他、朝ラッシュ時に、加瀬田薩摩湖間、夜間に、伊集院日機間の区間運転列車が各一、往復ずつ運転されていた。 1983年、昭和58年の豪雨災害後は、日置加瀬田間を折り返し運転となり、廃止までその状態だった。この際、西鹿児島直通列車のうち、国鉄線内の区間については、しばらくの間鹿児島交通の車両により運転が継続された。移住院日置の大田トンネルは漏水のため、バス代行となっていたが、国鉄線内に使用する車両の保守の際は、 この区間を改装扱いで運転していた。末期の使用車両は以下の通り、いずれの形式も、心臓時は上半分クリームで、下半分がブルーのツートンカラーで、1964年から1965年にかけてオレンジの地色に紺色の帯を巻いた新都色に変更された。現在はキハ100系一両、キハ103が、 南札鉄道記念館近くのバスの整備工場内に保存されている。また、ディーゼル機関車として以下の形式が在籍していた。その他配線時に在籍した車両は、客車保有に66、1923年岡部、鉄工所製、保有に67、1929年日本車両製、貨車と1、5、11から15、無害車、A4、救援車。 1933年元札南中央、鉄道機ハ4。ただしこれらの内客車と A4 は、旧車状態で、特に保有に66に至っては、廃止前の時点で外反の一部が剥がれ落ちている。写真が確認されている。廃止前の車両、1981年8月頃。保存車両、2013年8月撮影。 南殺鉄道の会社発足50周年を記念して、1961年、昭和36年2月、会社の重役会にて途中から分岐して、西鹿児島駅に直接乗り入れる新線建設を含めた枕崎線の高速化構想が打ち出された。当時の新聞報道によると、西鹿児島駅と日置駅、または、 長吉駅を結ぶほぼ直線ルートの新線の建設と枕崎線のレール交換やカーブの補正、橋梁の掛け替えなどにより、西鹿児島駅と枕崎駅の間を最速で50分内外で結ぶ構想だった。線路改修には2億9000万円、新線建設には10億円が必要と試算され、開発銀行融資を受けることが計画された。 鹿児島市街地は地下化することも考えられていた。しかし、有志面での条件が折り合わず、構想は実現しなかった。接続路線の事業者名、駅の所在地は枕崎線廃止時点のもの。全駅が鹿児島県内に所在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。